はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、今までとはちょっとね、紹介したことがない商品ですね、商品というかシリーズですね。はい、こちらです。マクロスです。はい、今まではね、ロボットといったらガンダムとかを紹介してきましたが、今回はマクロス、はい、マクロスの中でもハイメタル R っていうね、シリーズでして、まあ、こういうような感じで、箱の外観はね、こういう感じで、まあ、バトロイドと、普通の、ファイターモードでエーカーウォーク、はい、こういう感じでね、完全変形をしていきますね。で、今回はカラーリングがね、35周年記念ということで、メッサーカラーっていうね、マクロスデルタに登場するね、メッサー機、はい、そちらのね、プリントをしたような特別カラーバージョンということでね、これめっちゃかっこいいんだよね、このカラー、このプリントかっこいいよね、このなんか死神っぽいようなね。いや、これがね、すごいかっこいいんでね、まあ、一応新品ではないんですけれども、中古で売ってたんでね、そちらをね、購入させていただきました。はい、ということでね、じゃあちょっとね、まあ、箱から開封しまして、ブリスターの状態まで持っていきましょう。はい、一応ね、ブリスターの状態まで持っていきましたけれども、こういう感じで入ってますね。まあ、中古ということで、もうパーツのランナーは切られている状態ですね。まあ、下は、土台ですね。土台というか台座っていうんですかね。はい。まあ、一応ね、ちょっと変形もするんでね、ちょっとまあ、どういう感じなのかっていう組み立て方がよくわからないんでね、一応、まあ、説明書もね、こういうふうに付属はされてますんでね。はい、一応これを目安にね、ちょっと組み立てたいと思います。はい、まあ、一応ね、こう組み立て方がねちょっと面倒なんでね、私の飾りたいバトロイドモードで、ちょっと組み立てたいと思います。はい、ということでね、バトロイドモード完成しました。いや、前の人がね、多分ファイターモードにしてたのかわからないけど、ちょっと中途半端になんかバトロイド状態で、普通に箱に戻されてたんでね、うん、ちょっとね、戻すのに手間取りましたね。かなり時間食ったな。一応こういう感じで、うわ、めちゃくちゃかっこいいわね。メッサー機のね、このエンブレムついてて、めっちゃかっこいい。カラーリングもね、メッサーカラー。いやー、これメッサーかっこいいわ、これ。はい、ということでね、いや、結構ね、これ変形させるのにね、慣れてない人は時間かかるね。まあ、あのね、普通の、なんだっけ、超合金のあれもあるけどね、あっちの方はもっと難しいみたいですけどね、あっちは持ってないんでね、これでも抵抗するってことは、あっちはもっと相当なんだろうね。うん、いやー、かっこいい、これ。やっぱす。いやー、かっこいいわ。やっぱこの形がいいね。うん、マクロスっつったらね、初期のね、うん、VF1 なの、うん、のね、バトロイド形態、これが一番かっこいいな、うん、ということでね、いや、このまま飾りたいと思います。で、以上で、今回はね、まあ簡単ですけれども、初めてのねマクロス紹介でしたね。はい、まあ、続々とね、購入したフィギュアを紹介していきますんでね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。